それではバイオショックインフィニットの続きやっていきたいと思います、ようやくカムストックとの対決が始まりそうですね。早速スカイライン乗って、うわついてこい。子羊の傍らに偽りの羊飼い、そしてもう一方の傍らにはボックスポピュライの残党か。彼女を運命のもとに送り届けるためであっても命を差し出すつもりはないというのはどちらだね。歓喜せよ、死は苦痛ではない。カムストックさんの言うことはようわからんので、まあやっつけちゃえば同じことですね。まだ敵がいるみたいなので気をつけていきたいですね。さっき撃ったのなんだろうな、敵かな。おなんだって、まさかのロックピック。逆側から襲われたら厄介だな。何、どこから来てる。ここはスカイライン使うべきかな。何、あ、ボックスポピュライが来てるのか。今三つどもえになってるのか。いてててててて、おお、ちょっと撃てないかな。おお、こんなの地上に落としちゃったら、地上じゃないよね、多分海の上だよね、ここ危ないよな。いきなり上から変なポットが落ちてきて、モーターパトリオットが暴れ始めたら地上の人々大変ですよ。明かりが一瞬敵かと思っちゃうから、これ紛らわしいね。出ていかない。この扉というか、なんだろうこれ、檻コンテナ、よくわからんな。あ、そっかそっか、鍵は開けられないんだった。それじゃあ、ほい、反転して高いところから敵を索敵。お、いたぞ。まずはこれで様子見。ほい、この近くに敵はいないっていうことかな。おお、すごいすごいな。ガシッとここ掴みたくなるところだな。というかよく、まあ速度的にはそうでもないのかな。こんなね、プロペラの後ろにいたらすごい風が来そうだけど、まあいいか。さすがブッカーさんたち、やるんだ。鍛え方が違う。シリアル、いいよ。思い知らせてやる。どこにいるのかな。あそこら辺は怪しいけど。おいいぞ。まずはほい、まだいるだろ。おっと、なんていう、さっぱり見えなかった。これがお前の望みか。くそ、ここはマーダーオブクローで。ほい、よし、してとどめ。あれはトラップになってくるので、そのまま使える。これがいいですよね、雑魚相手にはかなり強い。ライフキットは覚えておきましょう。自分の船の中にもこんなものを、なかなか。おお、何これ。あ、ポッドと射出ポイントか。なるほどなるほど、ショットガンがある。ほい、いいよ。ソルタよ、受け取って。ありがとう。向かい来いよ。ありがとうよ。
うん、まだ敵はいるみたいだな。そんなに数は多くないけれど、なかなか姿を見せないな。メインデッキのスカイラインを確保しろ。ん？ん？どっからか撃たれてるぞ。発射パネルがある。ラインについてるポッドを何とかしよう。またこのポッドを落とさないとスカイラインが使えないのか。ロックピックが、あ、あれ？なんで？戦闘中じゃないの？さっきまで叫んでた人はどうなっちゃったの？はい、どうぞ。まあ押して測るっていう感じですけど。おお。おお。あ、これはなんだろう、あのモーターパトリオットの部品製造中なのかな？まだ首がすげ替えてない。ほうほう。どこにボックス本とかがあると嬉しいんだけどな。さすがに一周目で全部見つけるってことはできないかもしれないけどな。クランクガンがこうやって立てかけられてると不思議な楽器のようにも見えてしまうから困る。おお、これはすごい。あんまり入ってなかった。あんなにたっぷり入ってるのにすごい上げ底だな。よし、おう、おう、いかんいかん、いいね。あんまり、あ、インフュージョンがあるぞ、いいね。ん、あ、そっか、エリ、どこ？ああ。あ、インフュージョンじゃない、よく見たら。青くて光ってたからインフュージョンかと思ったら、ボックスオン。お、懐かしい。ルーテスさん。私たちの装置により分かったことがある。あの少女は世界を豪華に包む種火ということだ。兄さんは私たちがやったことをなかったことにしなければならないと主張している。でも時間というものは、例えるなら川ではなく海なのだ。ならば新しい潮を呼び寄せたところで何になる？またすぐに引いてしまうだけなのに。うん。時間の流れの解釈って人でいろいろ違いますからね。そっか。やっぱりお兄さんは。なんていうかな、エリザベスを使ってこの世界をこう、なんていうのかな、ティアの能力かな、あれを使うのはやっぱりなかったことにしようとしてるみたいだけど、まあそもそもそれができるのかなっていう話もあるんだけど、うん、妹ちゃんの方はそんなことは無意味だっていう突っぱねてるみたいですね。お、おう、お、なるほど。じゃあこっちもお願いします。エリザベス、簡単そうね。さすがだね。よし。物色開始。お、おう、ギアだ。ハウンド、ズボン、ノーイースター、スカイライン使用中に敵を倒すと 50% の確率で一時的に無敵になる。おお。ということは、ウィンターシールドと同時に使えば、かなり、登る、降りる、乗ってる間も無敵になれると、かなり、めっちゃ強い組み合わせができそうですね。これはいい。やはり、いかにも終盤に出てくる強力なギアっぽいものが手に入った。ここにあるのはギアだけかな。
そうみたいですね。じゃあ戻ろう。ということで、ポッドを落としてスカイラインの進行確保かな。お、下に行ける。あ、下は元に元来た階層か。うん、なるほど。あ、もしかしてあのタレットにやられちゃったのかな。さっきまでいた人は。ロックピックを拾う。はい。ヒュー。いやー、下が地上でないことを祈るばかりですね。何もら変だぞ。どうしてあんなにゆっくりなの。さあな、とにかく待つしかない。うん、おなんだ。それだけか。それだけか。なんだ、あ、ボックスの船か。こんな時にカムストックを狙う者同士が戦う羽目になると。これはたまったもんではない。おっと、ほい、お、こいつは、ほい、いただき、お、いいよ。どこに行った。下じゃない。浮か船よ。また来たのか。あと少しよ。時間がかかりそうだな。さっきの悲鳴は多分マーダーお袋に引っかかった。あそこに出てくるんだな。じゃああらかじめ仕掛けておこう。ほい、横にいるだと。お、気づかなかった。これはリターントゥーセンダーを使って。ほい、あれ外した。ありがとう。じゃあタレット出してもらって。いって、なんだあいつ。あ、モーターパトリオットが取られてるじゃないか。よし、ほい、当たらないな。よし。おっと。おっと、もう一回。お、なかなかやるね。よし。よし。あ、おっと。ほい。ダメだこれ。降りられない。危ない。おし。くれ。硬いな。さすがに。もう一発。もっと時間がいるわ。まったく。お、相変わらず謎の消え方だな。ふう、よし、これで上に行けるな。マーダーオブクローの倒した、まあマーダーオブクローのダメージで倒さなくてもあのクローのトラップに変化してくれるっていうのがすごくいいですよね。ほぼ永久期間的に敵をこう返り討ちにできるっていうところが素敵。よし、ちょっと弾丸に不安があるかな。まあいいか、仕方がない。ほい、行くぞ。第3フロアですね。私はお前を打ちのめすだろう、デイッド。しかしずっと自滅願望を抱えているお前が私の寄生を制することになるかもしれないな。
なんで？うん、自滅願望を抱えてる人が自滅願望を抱えてるような人に寄生を制されちゃっていいんでしょうか。カムストックさんがなんかだんだん弱気になってきたぞ。いいよ。第3デッキ。おお、なんだって。ということは逆方向にも入る場所があるってことかな。あ、で、いや、内部に入るんだからスカイラインに関するギアは後で取り替えましょう。おっとっと、まあおそらく戦隊将的なエリアのはずだから、よしよし入っちゃおうかな。まずはギアを切り替えて、これで中にちゃんとスカイラインとか服があったら面白いんだけど、そうはならないだろうな。ニトロベスト、キルトゥーリブはまあこのままでいいかな。そしてふんふん、武器の入れ替えでやるやつか。どうかなこれ、やっちゃってみる。よし、たまには変わったものを装備していこうかな。いっぱいモーターパトリオットが出てくるような気がするので、これつけていこう。よし、これで完璧だ。いくぞ。次の甲板で最後だ。こいつは俺がやろう。ダメ、私も一緒に行く。エリザベスもなかなか頑固だね。しかしさすがに、おお、拾っておいた方がいいかな、節約するべきかな。おお、これは拾っておくか。この判断が正解でありますように。ででん、あ、中にあったわ。これはスカイラインに関するものに切り替えた方が賢いですよね。逆側にはあるある。よしよし、お、あ、今まで取りっぱぐれちゃった人のためにもう一回置いてくれてるのかな。なるほど。あ、今のうち調べておこうかな、アイテムを切り替えた時の。ほい、これでロケットランチャーがああなって、さすがに1個までか。OK、ロケットランチャーをゴースト化すればかなり強力なんじゃないかな。あれは敵さんでしょうかね。まあ今更敵じゃない人がいるっていう方がおかしい話なんだけど、ていうかこれはスカイラインを使いまくらないとダメだな。しょうがない。ニトロベストは切り替えてウィンターシールドに、まあやっぱりあんまりスカイライン乗ってると武器切り替えられないからファイヤーバード。ギアヘッドはちょっといらなそうだな。ここはブラッドラストでいきましょう。と思ったら多いな、多い。シューン。ほい、いいよ。やつらが乗ってくるかも。ん？なに？ハンディーマンは一時的にスカイラインに電気を流して触れている人間にダメージを与える。電流が止まるまではスカイラインから離れようだと。お、危ない。くそ。あ、乗れなくなる。行くわよ、どっか。てかハンディーマンかよ。いきなり。ほい。暗い。今あるのはそれだけよ。ほい。よし。ファイヤーバードをさっきのスペクトラルサイドキックにして。
ってほい、よく狙って、おっと効果が短いぞ。勝っていって、いい、今いい加減に仕上がれって言った、こっちが言いたいよ。うおっ、くそ、機動力が半端ない。まずはやばい、いて足くじいちゃった、おー危ね、ほい、ちょっとパンチ力がないかも。武器を切り替えないと。ボレーガン違う、こんなのいらない。ほい、お近いってば、あー乗っちゃったよ。そうじゃない、いいよ、弾薬を手に入れたわ。今は取れない、ごめんね。が動かないぞ、すごくラッキーなんじゃない今。いいよ、なんだすごくラッキー、謎の釣ったち、投げるわよ。おお、ありがとうよ。ああいつ倒すとギアもらえるんだ。じゃあ途中で落下したり逃げ出したところはもったいなかったってことなんだね。なるほど、ファウンド防止アモキャップ、弾倉が空になると 40% の確率で即座にリロードされる。へえ、いいね、装備しよう。これならリロードが 40% の確率でいらなくなるってことですよね。長いリロードのアイテムだったらかなり嬉しいかも。ふう、お、でお、当たらない、いや、なんだ、吹っ飛ばしてからの、あ、硬い、硬いぞ、えい、最強マーダーお袋で、なんという効果範囲、ちょっと見えない、当たった、うん、おお、やる、どこだ、うん、ほい、そこら辺にいるな、スカイラインストライク、ドーン、おお、ナイス、吹っ飛ばし、そこからのポゼッション使って、あいつらにはマーダーお袋を仕掛けてやろう。ほい、硬い、おお、いてててまだいる、おいって、危ない、ナイスソルト、いってー、くそ、逃げたけどさ、ここに、ごめんなさい、それで全部よ、いいよ、ちょっと補給に戻ろうかな、ソルトがそこら辺にあった、あ、なんか光ってるぞ、ロックピックか、なんだこれ、あ、弾か、うんうん、よし、ソルトをいただいて万全体制でいきましょう。おお、まずはショックジョッキーで、お、あぶねー、ありがたいね、こちらにも、おっと、足を打ったのになかなか、あ、ダメだったらしい、見えてるぜ、ほい、かすり傷か、うー、危ない、あれ、ここに仕掛けておいたあれがなくなってるってことは誰か踏んだな、
戦闘が終わったみたい。自販機さんがいるだと。あ、上の階層かな。よし、バッチリですね。じゃあ先に進もうかな。何か途中でロックピックを外すような場所なかったよね。一応見ておくかな。ここまで来てボックス音、ね、序盤のうちのボックス音ならともかく後半の貴重なボックス音を見逃すのはちょっと切ないので。スカイラインで一通り見て回りましょう。大丈夫かな。おっと、なぜ降りられない。よし、カムストックの部屋に行ける。オッケー、よし。だんだんすごい上に上がっていくぞ。過去を清算しに来たのか、偽りの羊飼い。しかしお前が償いの道を見つける前に時間は逆行を始める。この世には許されない罪もあるのだ。ん？時間の逆行だと？カムストックさんが何を言ってるのかわからないけど、何でもあり得るのがこの世界。おお、ボックスたちがどんどん追ってくるぞ。ほい、第4デッキですね。よーし、ようやく大詰め。この長い旅路も終わりそう。おっと、エリア移動じゃないだと。よーし、ようやくここは私のいたカムストックと会えそう。それにこれはサイフォン。塔でも見かけたぞ。上で君が歌い始めたらこの装置も反応していた。母さんのお墓にも小さなやつがあったわ。この装置が私の力を吸い取ってたのよ。それで、そのせいで小さかった頃はティアを開けるだけじゃなく新しく作ることもできていたの。でも塔の中ではできなかった。なるほど、このサイフォンというティアを封じる技術が発達してからはうまくティアが作れなくなったのかなという解釈。よし、じゃあようやくラスボスが始まりそうですね。では今回はこれで、終わりにしておこうと思います。では今回ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回よろしくお願いします。では失礼させていただきます。